大崎武彦は、日本の競泳選手。1960年ローマオリンピック200メートル平泳ぎ銀メダリスト400メートルメドレーリレードメダリスト。石川県和島市出身。石川県立金沢泉が丘高等学校、早稲田大学小学部卒業。同大在学時の1960年、ローマオリンピック代表に選出され、男子200メートル平泳ぎで銀メダル。 男子400メートルメドレーリレーで銅メダルを獲得した。1959年と1960年に日本選手権水泳競技大会男子200メートル平泳ぎを連覇した。同大卒業後は倉敷霊4で活躍。1973年に社会体育開発研究所を設立。現役引退後もマスターズ水泳選手として泳ぎ続け、 国際水泳伝道入りを果たしたほか、日本マスターズ水泳協会会長や、日本水泳連盟理事も務めた。竹彦の父は、平泳ぎ選手で、戦前の第10回極東選手権競技大会の日本代表に選出され、石川県水泳協会副会長を務めた、大崎茂富士久氏、妹は飛べ込み選手で1966年。 アジア競技大会3メートル飛びいた飛込で優勝し、オリンピック3大会連続出場を果たした大崎恵子夫人はメルボルンオリンピック及びローマオリンピックの日本代表選手佐藤義子で、娘は幻のモスクワオリンピック代表であった大崎義恵と大崎家は水泳一家でもあった。2015年4月28日。 大阪府水田市の大阪大学附属病院にて、間質性肺炎のため死去。76歳没。没後、日本政府より16位に追伸された。ありがとうございます。